続いては金沢市にある三点コーポレーションさんにやってきました。なんでもね、空間作りの会社だそうですよ。空間作り、空間をクリエイトするんでしょうか。はい、気になります ね、 ね、早速行ってみましょうか。はい、はい、昭和47年創業の三点コーポレーションは、商業施設をはじめとした人が集まる魅力的な空間作りの会社です。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三点コーポレーションの前野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速なんですけど、会社の方ご案内いただいてもいいですか。はい、かしこまりました。ではどうぞ。はい、こちらが私たちの働いている会社になります。広いですね。私たちの会社は飲食や物販など商業空間を作る会社になっております。営業部、プロダクトセンター、デザインセンターと大きく3つの部署で業務を行っております。皆さんがよく知るあのお店も、実は三点コーポレーションが店舗設計や内装デザインを手掛けています。居心地のいい空間はどのように作られるのでしょうか。それでは営業の方の説明は山田の方からさせていただきます。営業ってどのようなことをされるんですか。私どもの決まったこう形のあるものをお売りするという職種ではないので、あくまでもお客様のニーズに対応して、より良い形のものを提供するっていうことが、我々営業の主な仕事になってくるかと思います。具体的にはそうですね、例えば、お客様、我々店舗やってますので、2店舗目ですとか3店舗目、お店を展開していきたいということの場合ですとか、あるいは新しく独立開業をして、お店を営業したいと、そういった方々を対象にお客様としてコミュニケーションを取ったりしております。コンサルみたいなところもなんか感じますよ ね、 ね。こちらがデザインセンターになります。本がいっぱいだ。じゃあデザイナーの山崎です。山崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、デザイナーってどういうことをされるんですか。お客さんから要望を聞いて、機能面だったりとか、デザイン、色関係だったりとか、を提案して繁盛するお店作りをしています。視線が集まりやすいポイントを作ったり、商品をよりよく見せる素材を使うなど、デザイナーは空間全体のデザインを行います。入り口入って受付があって、でお客さんがどういう動きをするのかというところ と、スタッフもどういう動きをするのかというのを、お客さんと話し合いながらスムーズにいくような動線計画をしています。一女性としてすごく憧れますね。かっこいいよね。最初はちょっと自分でもかっこいいなと思ってたんですけど、そりゃそうだ、思ったよりも結構プレッシャーもかかる仕事で大変だなと思ってます。そうですよね、一回決めたらもう変えられないし、やりがいもその分でも感じますよね。そうですね、喜んでもらえた時とか、お客さん接種にもそうなんですけど、接種から来たお客さんが素敵なお店だったねとか言ってもらえるとすごく嬉しいです。こちらが私の所属しているプロダクトセンターになります。プロダクトセンターは具体的にどのようなことをされるんですか。大きく2つに分かれるんですけれども、積算と言われる見積もりと、材料の発注をする部署と、現場に行って実際に職人に指示を出したり、現場の安全管理をする現場監督。前野さんは。あ、自分は積算になるので、デザインセンターから図面が来たものに対していくらぐらいかかるのかというものを作っています。どのあたりにちょっとこのやりがいみたいなのは、気になります、ね。積算としてはなかなかそのお客さんの前で対面してお話しする機会というのはちょっとなかなかないんですけれども、お引き渡ししたときに現場と一緒に、お客さんがその仕上がったお店を見て、わあ良くなったなとか、綺麗になったなっていう声をやっぱ聞くと一番やりがいに感じますかね。お客様の喜びのために働かれてるっていうのが素敵です ね、 ね。空間の企画設計施工と、ワンストップで、行える会社だというのはよく分かったんですけれども、
まあ、この先なんかこう目指しているところっていうのはあるんですか、会社として。そうですね、当社としまして、2030年、向けて、3点2030ビジョンというものを掲げております。具体的にはですね、今までお店商業施設が中心だったんですが、現実空間であればあらゆる空間は我々のフィールドであると、お店のみならず、オフィスであったり、あるいは医療機関であったり、あるいは公共であったり、あるいは地域のコミュニティであったりと、まあ、人が集うところであれば あらゆるところ我々が何かお手伝い、何かご提案できるところあるのではないかというところを目指して今やっている途中です。なんか社内サークルがあるって聞いたんですけど。あ、そうですね、ちゃんとプライベートもあった上で仕事もあるというのが社長の考えでございまして、当社には今バイクですとかゴルフですとか、あと登山部、あとアウトドアとかですね、いろんなサークルが少しずつできていっておりまして、会社としても少しそういった活動には補助を出して積極的に、ぜひ楽しんでほしいということは社員には伝えています。会社が求めている人材っていうのは、お客様からのご依頼の空間を作り上げるためにチームとして、やっぱり機能しなければいい空間は作れませんので、そういったところをですね、まあ、チームとして一緒に熱く一生懸命失敗しながらでも頑張ってやっていただける方がぜひ来ていただければ、決して専門の勉強してこなくても十分に、やれますし、私も文系でかつ中途採用ですので、新卒でも中途でもですね、文系でも理系でも、ぜひトライしていただければいいかなと思ってお待ちしているところですね。いやー、さちかちゃんね、3点コーポレーションどうでした？いや本当に特になんだろう、建築のイメージって私男性の方が多いのかなって思ってたんですけど、女性の設計デザイナーさんもいらっしゃってすごくかっこよかったです、ね、やっぱ女性の活躍してる会社っていうのはね、はい、やっぱちょっと魅力は感じますよね、あとサークルのお話もすごくなんかほんわかしてよかったです ね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、広い意味で福利厚生なんかもね、しっかりしてるみたいな、本当に充実してましたね、あとやっぱりそのなんか自分たちの仕事 の、 その結果が見える、その評判が見える、っていうのはなんかすごくやりがいにつながるのかな、ダイレクトにね、そう意見が届いて嬉しいですよね、